はい、ピヨピヨでございます。はい、今回ですね、ちょっといい話を聞いたので、ハードルっていう言葉があるんですけども、まあ、いろんな意味で使ってると思うんですけれども、この陸上競技のハードルですね。で、まあ、その競技をやる人は、まあ、その通りやんなくちゃいけないんですけども、我々一般市民っていうのは関係ないんですよね。うん、それやるわけじゃないので、そういう場面に立った時にですね、これはもう例え話ですので、まあ、あくまで例え話ですので、ハードルが邪魔じゃないですか。こう邪魔ですよね。邪魔なんですよ。邪魔が出てくるんですよ。邪魔がいるんですよ。そういう意味ですね。ハードルって邪魔ってことなんですよね。だからですね、まず、邪魔なので方法としては、倒していく、全部倒していくと、ね、これ1個ですね。それからくぐっていく、はい、2個目くぐっていく、くぐっていく、はい、で3個目全くこうもう無視して横から行く、横から行く、よろしいでしょうか。別にそれがあったからなんだってちょっと横から逸れていくということですね。で一番最後その目的地に行けばいいわけですね。はい、そういう例え話ですね。はい、だからまともにやんなくていいんですよね。うん、どんなズルをしてもいいんですね。ズルをしてもいいんですね。もうズルありですね。で元々がですね、これが一番言いたいんですけど、この社会がですね、何かしらの意図で誰かの都合によってこうなってるわけですね。はい、まあ通貨発行権ですね。通貨発行権で、もうこの動画も何本目になるんでしょうか。はい、いっぱい話してきたので、ご興味のある方は1から全部聞いてくださいって、それは無理だっていうことなんですけど、その前までにもっと3000本ぐらいやってんですよ、私はですね。はい、ということで、はい、それも全部消えましてですね、もう今消えないで、この間1本消えたんですけどね、なんとか生き残ってるということで、生き残ってさえいればいいんですよね。本当にね、動画さえ残ってればそれでいいわけですね。はい、1時間にね1とか2とか動くのでだから24時間で2だったら48回動くわけですね。でもうちょっと動いてるので100とか200ぐらいいってるんですね。48時間でですね、48時間単位で出るので、はい、で時々グワーッと上がったりね、なんか面白いタイトルっていうかですね、そういう、まあ、芸能関係とかね、そういうのやればいいんですけどね。こうわざとらしいことはあんまりね、やりたくないので、普通にですね、普通にやってればいいんですよね。そういうことですね。はい、別に、これは私は別にハードルだと思ってないんで、まあ、人の感性ですのでね、感性。私の感性に合わない人は来ないわけですね。はい、これはまあ画面とかはないんで音声だからですね。だからもう真っ黒とかにすればいいのかもしれないですけど、めんどくさいので、はい、名前はマイクでやってたんですけど、どうもこれのが音がちゃんと取れるのでこれでやってるんですけど、はい、すいません。ということでですね、もう再生回数とか関係ないんでね、言いたいことを言えばいいんですよね。言いたいことを言えばいいんです、誰でもですね。それで、同じようにですね、やればいいんですよね、誰でもね。それで、
コメントをブロックしとけばいいんですよ。コメント書けないようにしとけばいいんですよね。あとはアメーバブログで書くとかね。アメーバブログが一番いいんですよね。まあもう、まあ、SNS でもいいですけどね、普通のね、Facebook とかでもいいですけどね。ただ、アメーバブログにしといた方がみんなが見れるので、はい。それでもう、100、1000、2000って書いていくうちに、どれか見てもらえるのも出てくるわけですよね。はい。そうすると、なんかね、うん、まあ、いいことが起きるかどうかわからないですけどね。はい。まあ、何について書いてもいいわけですね。はい。何について、何を書いてもいいわけですね。はい。その人の感性ですからね。ということで、ね、感性ですね。ただ、一応ですね、この現代でですね、生きていく上でね、この法律は守らないといけないですね。ところが、その、憲法も変えようとしてんだから憲法も変えようとしてんだからね。で、戦争をやろうとしてますね。はい。でも、もう結構分かってる人がいるからですね、戦争、冗談じゃないよってなればしないんですよね。うん。しないね。もういくらやれやれって言ったって、いや、やらないよって言ったらやらないからですね。うん。やらないですよ。じゃあやらないやつは逮捕するぞって言ったらすごい量の人になるわけですよね。すごい人数なんですよね。あとは銃殺とかね、いや、そんなことしたら余計もう反発買うでしょう。ね、反発買いますよね。誰かもし銃殺刑にしたらね、大変なことが起きますよ。これもう国民みんな怒るでしょう。ね、だから、そういうことでいいんですね、うん、だからその集合意識ですね、集合無意識、集合的無意識ですね、はい、これでいいわけですね、はい、ということでこのハードルをですね、こうみんなまともにやっちゃってんですよね。みんなまともにやっちゃってんですよ。普通にやっちゃってんですよ。ね、これがそうなんですよね。だからきついんですよね。だからズルすればいいんですよ。ズル。だからズルすればいいんですよね。新しいお金を作っちゃえばいいんですよね。新しいお金をね。新しいお金、お金じゃなくてもいいですよ。お金じゃなくていいんですよ。なんかね、なんか作っちゃえばいいんですよ。勝手に。勝手に作っちゃえばいいんですよ。作んなくてもいいですけどね。いろいろだからそうやって考えていくと何でもですねズルしていいんですね。ズル、ズルしていいんですよ、法律に触れなきゃいいんですよ。法律に触れなきゃいいんですよね、うん、ということでなんか役に立つでしょうか。はい。何してもいいんですよ、うん、人のことなんか気にしてる場合じゃないんですよ。自分がこうだって思ったらやればいいんですよ、うん、そうしたらなんか言ってくるバカな人間が出てくるんですよ、うん、出てくるんですよ。もう無視すればいいんですよね、そういうことですね、はい、だからコメント閉じてね、やればいいんですよね。何でもね、アメーバブログもね、コメント書けないようにできますからね、はい、できるともできますよね、はい、何でもできますよね。ということで、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。